森厚志王、または東、国森厚は、日本の旧皇族、照宮茂子内親王の夫、大日本帝国陸軍軍人、東国宮敏彦を第一王子で、母は、明治天皇第九王女の佐藤子内親王。弟に、死生王、淡田明、常公爵、田山敏彦がいる。大日本帝国陸軍での階級は、陸軍少佐。君頭は、 君位等。なお、森敦氏王自身は、東国の宮を継承してはいないが、慣例に従い、遠くに若宮と呼ばれることもあった。明治天皇は、祖父、大正天皇は叔父、昭和天皇は義父であり、母方のいとこにもあたる。また、皇順皇后は義母であり、父方の重子にもあたる。上皇昭人は上位にあたり、天皇特人、秋篠の宮文人親王。 黒田清子の叔父、学習院、陸軍士官学校予科を経て1937年6月陸軍士官学校を卒業、同年8月陸軍砲兵将尉に部任され、野戦重砲第一連隊府を命ぜられ、陸軍将校として勤務する。1939年、同連隊の第一中隊長時代に、野門犯事件に動員され、7月18日に、戦場に着任したが、 戦況が悪く、区内省の俗官が戦死したことなどもあり、7月27日には8月の定期移動を待たずに戦場離脱に至った。1943年10月13日、昭和天皇第一王女の照宮茂子内親王と結婚。その後、陸軍方向学校、陸軍大学校を経て、第36軍情報参謀を任ぜられるが、任務中に終戦を迎えた。 1946年、一般受験生に混じって東京大学を受験したが、不合格となり、昔なら無常を兼入学なのにと話題となる。1947年10月14日に功績を離脱し、東国盛厚と称することとなり、その直後に公職追放となる。功績離脱後、今度は長高生として東京大学経済学部に3年間学び、 民間人として再出発する。北海道炭鉱機戦社長室キングの御邸督を、速度交通営団幹事等を務めた。また、1959年には、日本人クラブ会長に就任する。一人目の妻である、照宮修玄子内親王との間に御死がいるが、1961年7月23日に、死別。その後、 寺尾光吉の長女、寺尾義子と再婚しに死がある。1969年、昭和44年2月1日に、肺がんのため成居。52歳没。数字は、代目。大々色背景は、皇籍離脱した時の十一宮家当主。東伏見宮より人新郎は、離脱前に皇居。妻の照ノ宮重子内親王新郎との間に、5人の子女を、儲けた。 うち最初に出産した二人は、皇族として、その後の三人は、民間人として誕生している。フィリピン派遣中の森厚史王、照宮茂子内新郎との結婚東、国森厚に関するカテゴリー。ありがとうございます。